この度はこのような機会を、与えていただきまして、どうもありがとうございます。それでは早速、講義を始めたいと思います。この講義は、このような順番で、お話しいたします。まずイントロダクションに続きまして、学生時代のお話と、それに続いて会社員、としてのキャリア形成、それから筑波大学に行きまして、まず研究のお話をやりまして、その後、教育・社会貢献について、で、最後に今後の展開についてお話ししたいと思います。皆さんご承知のように、現在の人類は約20年万年前に北アフリカで、誕生して、その後アフリカを出て世界中に広がり、約4万年前に日本列島に到達したと言われております。で、そして、私は、1953年の1月5日に長崎県の佐世保市というところで生まれました。佐世保市というところは明治22年に、当時の佐世保村に、海軍の鎮守府が置かれまして、その後軍港として発展したところであります。現在でも米軍の、基地とか、海上自衛隊の基地がございます。で、私は、こちらが私が子供の時の写真ですけれども、私は3人兄弟の末っ子として生まれました。で、こちらの写真からも分かりますように、子供の時代非常に幸せな、生活を送っておりました。この真ん中にいらっしゃる方は私の祖母で、102歳まで、生きられたと、聞いております。個性という名前は非常に珍しい名前で、いろいろ探してもですね、どうもこの佐賀県の鹿島市のあたりにしかいないということが、分かっております。江戸時代は代々肥前鹿島藩に仕えていたと聞いております。で、私の祖母の代に、鹿島市から佐世保市に移ったというふうに聞いております。で、学生時代は、小学校中学校は、地元の公立の中学、学校に来まして、その後、地元の一番の進学校である佐世保北高校というところに行きました。この高校にはですね、1学年上に、芥川賞作家の村上龍氏が、いらっしゃいまして、当時から、よく、存じ上げていました。ずっと後輩には漫画家の児玉由紀さんという方がいらっしゃって、この坂道のアポロンという、アニメで有名らしいんですけど、その実写版が、今週公開されるというわけです。で、いずれもですね、1960年代の佐世保北高校を舞台にした、作品で、あります。で、私自身は科学同好会の会長を務めてまして、これがその時の写真ですけれども、基本的にはですね、勉強に明け暮れてたというのが、実際のところで、高校3年生の夏にですね、学校の補習に補習授業とあるんですけども、それに飽き足らず、東京の駿台予備校の各校主に、親に、無理を言って行かせてもらいました。で、東京に来ましたらですね、さまざまな刺激を受けまして、ぜひ高校を出たらですね、上京したいというふうに思うようになりました。で、大学はなんとか、頑張って東京大学の理科チームに入ることができました。で、こちらが入学した時の、写真ですけれども、学生服を着た学生さんが、何人かいらっしゃると思います。で、その他にもですね、ネクタイした学生もいますけれど、標準的にはですね、これは私ですけども、ワイシャツにブレザーっていうのがその頃の典型的な格好だったんじゃないかと思います。で、私が住んでおりましたのは代々木というところでして、実際はですね、佐世保市が、東京に作った東京学生寮というところにおりました。今はこの建物はもう潰されてないんですけども、当時はですね、新宿の高層ビルがよく見えまして、特にその頃は京王プラザホテルぐらいしかなかったんです。それよく見えました。で、2年の後半からいわゆる専門家庭に行くわけですけど、心理はいろいろ迷ったんですけども、物理学科、いろんな可能性がある物理学科に行きました。
まあ、この時、これがその時のクラス写真ですけども、まあ、非常に有名な方がたくさんいます。で、こちらもですね、まあ、ほぼ同じ頃の写真でして、ちょうど私が進学を決めた1973年にですね、その東大の物理教室 の、 あの出身の江崎レオナ先生がノーベル賞を取られまして、この写真はおそらくですね、江崎先生がアメリカから帰ってこられて東大の物理教室で、まあ、歓迎会というか祝賀会をやった時の写真じゃないかと思います。でこちらにですね、その後ノーベル賞を取られる小柴先生もいらっしゃいます。で、まあ、大学4年間は寮にいたんですけども、大学になりますと、寮は出なきゃいけないんで、まあ、私は大学の近くの、本郷4丁目の、多聞坂というところに、まあ、あの下宿というかアパートを借りました。で4年生の卒研はですね、小柳物理の研究室の山本助也先生のところに行きました。山本先生はイェール大学出身の非常に、まあ、あのまあ、いわゆるハイカラというか面白い方で、あの非常にいろんな影響を受けました。大学院はあの飯田修一先生のところで、5年間学びました。こちらはその飯田先生があの勲章を取られた時の祝賀会の時の写真です。で、まあ、こちらはそのお弟子さんの関係をこう、示した図ですけど、まあ、私のですね、まあ、あの先輩に、研究室の先輩に田崎明先生という方がいらっしゃいまして、田崎先生が、まあ、はあの皆さんご承知のように筑波大 の、 あの第三学院創設の頃からいらっしゃるわけですけど、その前任のですね、大阪大学での時のお弟子さんがこの北先生ですね。この後お話になります。で、この飯田修一先生の兄弟子の友野先生という方の、お弟子さんが鈴木哲郎先生で、鈴木哲郎先生は、基礎工学理の第4代目と第7代目の、学理長をやられたというですね。北先生が第15代目で、私は17代目で、の学理長で、大寄子学理としては2代目の学理長ということになります。で飯田先生の先生は東大総長をやられた、加谷誠一先生で、その先生が本田幸太郎先生、その先生が、長岡半太郎先生ですね。で長岡先生のお弟子さんに虎田虎彦先生いらっしゃいまして、その、ひ孫さんに、寺田康彦先生いらっしゃるということですね。で加谷先生 の、 あの北大時代の大親友に中谷一郎先生という方がいらっしゃいまして、そのお弟子さん筋に大関先生と、足立君がいるというわけです。で、まあ、まあ、子供の頃から熱中してたこととしてですね、まあ、いわゆる電子工作がありまして、まあ、大体小学校5年くらいからいろんなことを、ものを作ってました。まあ、これはその一例で、あのオシロスコープをですね、部品を集める、これはあの東京に出てきたからですけども、まあ、そうやって、まあ、なんとか一生懸命作ったというわけです。これは今でも動いてます。で、まあ、ただ、大学入ってからはですね、まあ、コンピューターをなんとか作りたいというふうにずっと思ってまして、で、ちょうどですね、まあ、思ってもなかなかすぐ簡単にできないんですけど、トランジスタ技術というですね、まあ、今でも本屋で、結構たくさん売ってますけど、その、大学4年の時にですね、連載の制作記事が出まして、8ビットのマイクロコンピューター MC6000 ですね、モトローラですね、それを使った、記事がありまして、まあ、それで、まあ、自作してみた。まあ、そのチップはですね、秋葉原で大体1万円ぐらいで売っていたというわけです。で、なんとかそれを作りまして、まあ、作ったのは修士の1年か2年の時ですけども、で、結局ですね、それ作って、まあ、ちょっと遊んでたんですけども、まあ、そのうちですね、それをまあ、ドクター論文にも使おうということで、実際、これは博士論文の時の、図面なんですけど、図5というやつなんですけど、でこれでですね、温度計と、あとヒーターですね、これを自動で制御するようにして、比熱のですね、自動計測システムを作ったというわけです。まあ、こちらはその時のボードの残骸ですけどね。で、じゃあ、ドクター論文どうだったかというとですね、まあ、ドクターは、鉄クロマイド系における構造素転移ということで、こういった酸化物系のですね、あのヤンテラ効果と、あと、磁気相互作用による、まあ、素転移ですね、それを比熱を使って調べたというわけですね。で、この計をですね、横軸
130件ですね、こういった異常比熱が出まして、こちらが構造相対で、こちらが磁気相対というわけです。で、まあ、なぜこれを出したかというとですね、これが筑波山に非常によく似ているというので出したんですけど、まあ、他にあんまり深い意味はないんですけど、まあ、これでなんとかドクターを取ることができたというわけです。で、まあ、ドクターの最終学年ですが1980年なんですけど、ちょうどその頃にですね、いわゆる NMRCT の画像が朝日新聞に出まして、まあ、私も朝日新聞撮ってましたので、まあ、これは見た記憶があるんですけど、3年ぐらい後輩の学生がですね、これを切り取ってですね、研究室に貼ってたんですね。それで特によく覚えてるんですけども、まあ、これは東大元政権と東芝の共同研究によるものなんですが、ちょうど私の2年先輩で、東芝の総合研究所に行ってた方がいらっしゃいまして、結構親しかった先輩ですけど、その方から電話かかってきてですね、こちらの開発をやる担当する物理のドクターを探してるんで、まあ、来ないかというふうに、誘われまして、まあ、その、1週間後か2週間後に、実際に面接来まして、その翌週ぐらいには内内定をいただいたと思います。まあ、そうやってですね、私が東芝に入ることになりました。はい。で、こちらですね、まあ、東芝入ったわけですけども、実際はですね、東大の物質源と共同研究をやってまして、研究の場所がですね、東大の物質源、昔は六本木にあったんですけど、そこに、通って、ました。こちらがその研究室の安岡先生ですね、安岡先生で、こちらその後に教授になられた、今でも物質源いらっしゃいますけど、滝川さんですね。で、まあまあ、その時の写真です。で、こちら私の、まあ、東芝でも での先輩の佐藤さんです。非常にお世話になりました。で、まあ、私何やったかというとですね、まあ、当時医療企業部で全身用の MRI を作ってたんですけども、まあ、なんせ物が大きいですから、なかなかまあ、小回りが効かないということで、まあ、実験用のですね、小型の MRI を作れということで、まあ、言われまして、でそれでその当時 NEC から出たばっかりですね、これパソコン、8ビットパソコンですね、 PC8.1 とかを使いましてですね、システムを組んだというわけです。で、まあ、最初にやった仕事はですね、この PC8.1 を使って、MRI のパルスプログラムを作れということだったんですけど、実際やってみるとですね、パルスがちゃんと出ないんですね。実態がいろいろありまして、で、なんでかというとですね、DRAM のリフレッシュとか、あと、画面の制御のための DMA とか、いろんなタイミングが走ってまして、普通のこういったパソコンは、まあ、正確な時間制御には向かないということ で、それでですね、同じ、チップである Z80 をですね、外付けにしまして、これで、あとスタティックラムを使ってですね、ちゃんとタイムが出るようにしたというのが、私の、まあ、最初に行った一番大きな仕事だと思います。それで、ですね、まあ、それと同時に、これはちょっと後になるんですけど、ユニックスのミニコン UX300 というのが東芝から出てまして、まあ、それを使ってですね、画像再構成のシステムとか画像表示系、こちらも自作ですけど、そういったものを作ったというわけです。で、これをちょっとブロック図にして、見ますと、まあ、データのですね、やり取りはこの GPIB というですね、外軸付けの、まあ、比較的遅い、まあ、ただ汎用のですね、インターフェースで行われまして、それにパソコンとかですね、 PC8.1 とか Unix のミニコンですね、それとフレームメモリーと、あとデジタイザーをつないでですね、あと MRI 系を制御したというわけです。で、これはまあ、私が構築した最初の自作の MRI システムということになります。それでですね、まあ、それと同時にですね、まあ、当然医療機器業務の方でも大型のシステムを作ってまして、こちらはそうですね、実際の、作ってるシステムで、まあ、私は小型のシステムを作って実験をやりながらですね、この東芝中央病院、大井町に、今でも あれはあったと思うんですけど、他のところですね、でそこに医療機器事業部で作ったものをですね、が入りましたので、こういった人たちとほとんど同期の方ですけどね、ほとんど同期の方ですけど、と一緒にですね、現場でですね、いろいろ、まあ、
画像を出したりする、仕事をしてました。でその時の、まあ、成果の一つがこちらでして、こちらは、自作自分で作ったですねボディコイルで、自分自身を撮影したというそういった、画像ですね。でまあ、その後、その翌年ぐらいにですね、世界初の政府認可の二重の医療 MRI として、東芝から、こういったものが、発売されたわけです。でこのパンフレットを、開きますとですね、ここにあの私 の, あの画像が、撮った画像が使われておりまして、でそれと頭の断層図ですね、このマルチスライスイメージとありますけど、こちらも私の画像です。で、で実際非常機開発でどういうことをやったかというのを、これあのほとんど表に出てないんで、まあ私ここで言わないと思う、外で出ますので、一応言いますと、パルスプログラマーのですね使用を決定したりとか、あとプロジェクション法における位相補正法を、考案したりとか、あとマルチスライス法の回路方式のを考えて、実証したりとか、あとまあ先ほどのようにですね臨床機の立ち上げを行ったというわけですね。でそれで、東芝の社内誌が東芝リビューという技術誌があるんですけど、その中にはこういった報告を、まあ、ファーストでやらせていただきました。で、こちらはですね、まあ、あのその当時の写真ですけども、東大文政権の方は入社して3年ぐらいで、まあ、共同研究が終わりまして、それで東芝あの今回、川崎ですね、川崎にある東芝総合研究所の方に、まあ、移ったというか、まあ、あの本来そっちに行ったというわけですね。でそれでしばらくしてですね、またそこにイオ電子グループ、ME グループというのがございまして、その中に移りまして、そこで、MRI の開発グループを新たに立ち上げたというわけです。でそこで、にいらっしゃった私より後輩にあたる方々ですね、が今の、東芝の MRI 開発の中核の、方になり、なられまして、まあ、その後キャノンの方にですね移られるわけですけども、そこでも中心的な役割を果たされておられます。で、そうこうするうちにですね、筑波大学からこういった人事公募が出まして、こちら筑波大学、物理工学系助教授公募ということで書いてありますけど、実は、助教授1名講師1名ということで、本当はちょっとこう間違ってるんですけど、こちらの方はですね大島先生ですね、私の学理長、前任の学理長の方ですね、そちらの方が、大島先生が着任されまして、で私はこちらに応募しまして、1986年の1月1日に、着任したというんです。で、まあ、この時から実は心に秘めたテーマがあった、これについては後で紹介します。でいよいよ筑波大学における研究の話をします。で、まあ、ざっと言って5つの大きなプロジェクトがございまして、まず最初ですね、やっぱり装置ないと話にならないということで MRI システムを開発して、まあ、それに関する付随したいろんなことを論文にしました。でそれと、まあ、最初にやった一番大きな仕事としてはですね、この乱流の可視化ですね、可視化と瞬間的速度分け計測ですね、こちらをやりました。でその後、小型の MRI ですね、でそれを作って、まあ、いろんな応用にをやったというのはですね、まあ、こちらもかなり、大きな仕事です。でさらにですね、こちらも京都大学さんと一緒にですね、ヒューマンエンブリオの MR マイクロスコピーをやったということですね。それとこちらは現在進行中ですけど MRI シミュレーターのプロジェクトということでやっております。で、筑波大学移ってですね、まず、先ほども言いましたようにシステムないと全然何もできないんで、まず装置作りから始まりました。先ほど会社でやった時はですね、ここ GPIB というですね、外付けの機器の 外につける、比較的低速のバスでやったと申し上げましたけど、まあ、これだとなかなかこう全体のパフォーマンスが上がらないということで、VME バスというですね、これ産業用とか、に関係用に結構使われているバスなんですけど、それをですね、それを採用しまして、そこにですね、まあ、32ビット CPU を入れてですね、あとは、まあ、パラスプログラマーとかフレームメモリーとかそういったものは自作してですね、最適、自分なりに最適なものを作りました。で、まあ、こういったものを作るとき、まあ
今だったらパソコンを選択するわけですけど、パソコンはですね、まだ16ビットの時代で、その画像を扱うには非常に不便だったので、あと10年ぐらいかかりました。で、こちらが、パルスプログラムですね。まあ、これは先ほどお見せしたのと基本的に変わらなくて、Z80 を使ってですね、メモリーとかそういったものを全部アセンブルして1枚のボードにしたものですね。で、ここはここにグリップいますが、で、グラデート出力とかアレンジ出力があるところですね。で、こちらが AD 変換ボードですね。AD コンバーターが2つあって、2チャンネルの信号をサンプルホールドして、それから AD 変換してですね、こういったところで、読み出すということです。はい、それでこちらがですね、画像を出すための、フレームメモリーで、こちらに画像データを入れてですね、で、NTSC のいわゆるテレビのタイミングでですね、こちらのタイミングで読み出して、AD 変換して、テレビ信号として出すというものを作りました。で、こちらはですね、こちら既製品なんですけど、68020ですね、CPU のボードですね。はい、それで、もちろんそういったエレクトロニクスだけじゃ絵が出ませんので、そのグラデントコイルをですね、こういうふうに作りました。で、これは3チャンネルのグラデントコイルと、あと、シムコイルもですね、一緒に巻いてます。シムコイルは、いわゆる D シムコイルですけど、それは本当は5チャンネルいるんですけど、3チャンネルしかあまり効かないというのが実験的に分かってましたので、3チャンネル巻いて、それを使ってました。これは手芯で、磁石用に作ったものです。で、磁石はですね、ちょっと後になりましたけど、こういった鉄芯の電磁石ですね。エンドル用の磁石で、これは定年になられた先生が置いていかれたんで、それを活用させていただきました。で、検出系はですね、こういったいわゆるバリコンですね、バリアブルキャパシターと、あとアルコールですね、こういったものの直列共振回路で、今だと並列共振回路が常識なんですけども、当時はですね、インピーランスマッチングとか何も考えず、簡単な回路で、できるので、こっちが好まれてました。で、着任後ですね、大体1年半で、87年の6月ぐらいに、こういった、これは試験管の中に入れた水の断層像ですね、そういったものを取ることができました。これは、マトリックスが、128128のフリーイメージですね。はい、それでいよいよですね、最初に大学に行く時から考えた乱流をなんとか可視化したいという仕事に、入ることになりました。で、ちょっと乱流のお話をしますけど、乱流というのはですね、流速が速くなると、流れが乱れるという、そういった現象なんですけども、これをきちんと最初にやったのはですね、このレイノルズという方で、これはもう古い論文に、1883年の論文に載ってるんですけども、どういう現象かというとですね、このパイプの中にですね、流れを作ると、これが安定、レイノルズ数といって、その流れの速度をですね、流速を、パイプの直径と動的粘性係数で無次元化したようですね。で、この数が小さいときには、こういったまっすぐな整然とした流れなわけですけれども、ある数をですね、超えると2250超えるとですね、こういうふうに乱れると、インクの、乱れて数字が乱れて、そういう可視化されるというですね。で、実際のところですね、このクリティカルな、2250のあたりでは何が実際起きているかというとですね、この乱流の塊が起きるところと起きないところが、こういったものが、あるということが実際はよく分かっています。で、そこでですね、こういったところをですね、可視化してもよく分かんないんで、要するに層流と乱流があって、乱流の塊をですね、検出すると、乱流であるということは、実験的に、分かるんじゃないかということで実験をやりました。で、そこでですね、先ほどのこうプローブですね、で、ここにコイルが巻かれてるんですけど、そこにですね、パイプを通しまして、硫酸導水溶液をこういうふうに循環させました。硫酸導水溶液を作ったのは、真水ですと、T1 も T2 も長いんで、特に T1 が長いんで、なかなか観測しにくいんですけど、硫酸導水溶液を入れることによってですね、観測しやすくしたというわけです。で、撮像法はですね、超高速イメージング法というエコープラナー法
2つの前をですね、20ミリセカンドぐらいで取れると、まあ、ほぼ瞬間的に取れるという方法です。で、それで、論文にしたのがこれですね。レノル数が2000の時はですね、これ送流ですから全く乱れがないんですけど、レノル数が2250のクリティカルなところだとですね、こういったところに、乱流の塊が見えるというんですね。で、これは実は16回連続に取って、それを何回も何回も繰り返すので、どのタイミングで入ってくるか分からないんですけど、まあ、これたまたまうまくそこに乱流の塊が入ったというケースですね。で、一つ一つの乱流は、似たような格好をしているんですけど、一つ一つは当然違うと思うんですね。まあ、それからこういったモデルを提案したというわけです。で、これはもちろん世界で初めての成功でして、そこで喜びさんでですね、ネイチャーに投稿したんですけど、まあ、すぐにリジェクトされまして、まあ、それでしょうがないんで、別の雑誌に出したんですけど、ただやっぱりよくよく考えると、まあ、ネイチャーにちゃんと出そうと思ったらなんかやっぱりしっかりそれに書かないとダメみたいで、まあ後でよく分かったんですけど、ただですね、この仕事はその後2012年になってからもですね、このジャーナル・オブ・マグネティック・レゾナンスという雑誌にの論文にですね、リングランデンという人が、これリングランデンという人はケンブリッジの副学長までやった大先生なんですけど、彼女はですね、私がその EPI をその、高速のイメージにですね、採用した、まあ、そういったことを、まあ、開拓したというふうに評価してくれております。で、コンパクト MRI の話をします。それで、このコンパクト MRI、どうやって生まれたかって話をした方が分かりやすいので、それをしようと思うんですけど、まずですね、MR マイクロスコープといいまして、非常に高い分解能の MRI をやりたいという要求はいろんなところからありまして、ただ臨床用の磁石でですね、できるかというと、なかなかできなかったんです。それはなぜかというと、勾配磁場強度が足んなかったのと、なかなか小さい氷がなかったということもありまして、でそこで考えたのは、検出系をですね、実験室で使うような小型のものにして、ただそれはこの実際のメーカー製の機械につなぐわけにいかないので、磁場だけを借りてですね、で計測系は自分らで作ったものを使ってですね、こう夜中磁場空いてますので、磁場だけ使ってですね、MR マイクロスコピーをやろうという、そういったものを考えつきまして、で実際、やったわけですけど、最初からこういった小さい小型になっていたわけじゃなくて、最初はバラックで持ち込んだわけですけども、そのうちですね、小型にして持っていけば、こういった実験が簡単にできるということで、始めたわけです。で、それがこの例なんですけど、こういったパソコンにですね、いろんなデジタル回路を詰め込んでですね、で、高周波回路を、これは自作したものなんですけど、デグラデント、電源ですね、これも自作したんですね。で、高周波アンプは規制のものを入れました。こういったものは、いわゆる19インチラックに入りますので、こういうふうに組み合わせてですね、ここに出てるのはもう Windows 基準みたいですね、やることができたわけです。それで、ちょっと話が後になりましたけど、もうこの頃になりますと、Windows 95が出まして、95とか98の時代で、パソコンもですね、CPU がペンティアムが出てですね、32ビットでしか動くという時代になりましたので、MRI もしっかり、大丈夫、パソコンでできる時代になってました。で、それだけじゃなくてですね、パルスプログラマーもいちいち自作するんじゃなくて、DSP のモードを入れるとですね、それが正確なタイミングを出してくれると。で、他に ADC ボードもですね、いいのが、もう販売された時代になっていたわけです。で、ということで、こういったボードをですね、買ってきまして、あとはソフトウェア一生懸命書いてですね、作ると MRI ができるという、そういった時代になったわけです。で、そうやってですね、この小型のコンソールでいろんなことができるようになったわけですけど、やはり磁場の問題っていうのはそう簡単に解決しませんで、先ほどは大学病院にですね、夜中に磁場を借りに行くとかいうそういう発想でやってたわけですけど、実はそれはなかなかハードルが高いっていうのが分かります。
ありまして、やはり手元にですね、磁場が簡単に発生できるものがあったらいいなということで、まあ、その頃、まあ、前々からそういった磁石は考えてたんですけども、あの鉄の用心向けのですね、液磁石、これ世界一の強力な液磁石ですけど、これを使うとですね、1テスラぐらいの磁場が作れるんじゃないかということで、当時の住友特殊金属さんにお願いしてですね、こういったものを作っていただきました。それでこれで、まあ、これを組み合わせてですね、MR マイクロスコピーを作ったというわけです。まあ、ただもちろんあのネオジム系の磁石ってあの熱ドリフトが非常に大きいんですね。 NMR6 とかそういったことを開発しました。で、まあ、こういった発想でですね、まあ、いろんな MRI ができるということが分かりまして、まあ、その後10年間ぐらいは、いろんなタイプのですね、磁石はあの先ほど申し上げた住友金さんですね、その後日立金属にあのそれが買収されましたけど、まあ、こういったいろんな磁石を、作っていただいて、システムと組み合わせました。で、最終的にはですね、この臨床用 MRI まで到達することができました。その辺の話をちょっといたします。で、まあ、あの全身用 MRI ですね、まあ、あの日本に、まあ、まあ、いわゆる MRI というとですね、もう皆さんこちらを思い浮かべるわけで、まあ、日本には6000台ぐらいあるんですね、毎日動いております。まあ、もちろん人体に最適化された設計で、まず動かすことは難しいと。で、ところがですね、コンパクト MRI ですね、これコンソールがありまして、まあ、コンソール自体はあまり変わらないんですけど、磁石をですね、いろいろ工夫するとですね、まあ、いろんなことができて、これ実際あの梨を測るシステムなんですけど、これはあの作ったのはあの、木村君という天才的な人 で彼はなんとこれ電動台車に乗っけて、このままずっとですね、あの1キロぐらいあるあの梨あの農林技術センターまでこう運んでいったという、そういう人ですね。これはもうあの私もびっくりしましたけど、で、まあ、あの非常にこうあの違うタイプの MRI が実現できるということです。で、最初に、まあ、あのかなり注目を浴びましたのはこの鮭の CU 判別用コンパクト MRI というものです。で、鮭はですね、皆さんご承知のようにあの、まあ、いくらっていうのは非常に貴重で、鮭の切り身っていうのは、まあ、あのただとは言えないですけど、まあ、値段で比較すると全然違うわけですね。グラムで言うと多分100倍ぐらい違うと思うんですけども、で、ですからあの鮭を沖でまとめて1000匹ぐらい取ったときはあのオスはほとんどいらないんですね。で、メス鮭だけを加工所に置いて、まあ、いくらを採取するというですね、残ったものを切っているわけですけど、で、ですからたくさんその1000匹単位で、港に来たときはですね、オスメスを判別してですね、あの分けて加工場に持っていかなきゃいけない。で、だけどそれはですね、あの目視ではなかなかそれをあの区別することは難しくて、それでなんかその自動化が、まあ、まあ、期待されてたんですけど、まあ、MRI が有望だということは、なんとなく知られてました。で、ただどうやって作るかというのが大問題で、で我々の技術に注目を浴びまして、それで岩手県の方からですね、こういったシステムを作ってくれるという話になりました。で、実際作った磁石はですね、あの、まあ、これあのギャップが25センチで鮭が入るような大きさのグローブを作りました。で、岩手県の方からあのオスメス鮭とですね、オス鮭を、2匹送ってもらいましてですね、こういった卵巣をですね、4秒ぐらいでザーッと取っていったんですね。そうすると確かにここに、明らかにいくらがあるかということが分かったんです。で、それでオス鮭を取るとですね、確かにあのいくらではなくて、いわゆる白子っていうのがあるんですね。で、これ非常にあの注目されまして、あの装置を岩手県の方に言ったらですね、NHK がなんか飛んできて、そこでなんか全国放送になったということも聞いておりますけど、まあ、ただこのシステムはコストの問題で実用化には至らなかったんですけど、まあ、コンパクト MRI の、まあ、実力を示すことができたというわけです。で、その次に、取り組んだのはですね、こういったかかとですね、かかとの、MRI をやることによって骨密度ですね、を、測れるんじゃないかと、あの要するに骨粗鬆症のですね、早期診断につながるような骨密度診断、計測ができるんじゃないかということで、研究を行いまして、これここに関してはあの随分多くの
かかとはですね、実際はこういった網目状の構造をしてまして、海面骨というんですけど、海面骨の間にですね、が 骨髄で満たされているというわけです。で、骨髄はですね、プロトンの信号を出しますから、それを画像化するしてですね、ここの密度があるんですね。標準物質、例えば植物油とですね、比較すると、これがどれくらいの量かということがわかるんですね。それでですね、骨密度を測れるわけですけど、これ海面骨密度ですね。縦軸に骨の密度ですね、を取りまして、横軸に、年齢を取りますと、こういうふうに、なグラフを得ることができると。で、これは実際学園祭でやりまして、で、なんでかって言いますと、被験者をですね、なかなかこう集めるのが大変でして、学園祭の時にたくさん来ていただいて、ここは女子学生さんですね、20歳ぐらい。で、それと、この辺にはですね、そのおばあさん方ですね、学園祭にいらっしゃるんですね。で、さらにその上の方も、おばあさんとかいらっしゃるわけですけど、で、こういったデータを、得ることができまして、論文もすることができたということです。で、その次がですね、例が、マウス用の MRI ですね。マウス用の MRI。これは、マウスっていうのは、ご承知のように、人間の病態モデルとして、広く使われていますけども、そこに MRI があると、非常にいろんな、動物実験が非常にですね、効率的にできるというわけで、これ、白井君が中心となってやってくれました。で、こちらがですね、その画像ですね、イオン強調画像、プロトン密度ですね、あと T2 強調画像もちゃんと撮れるということを示してくれました。で、こちらはですね、その後で申し上げますけど、MR テクノロジーという会社の方から、製品化されまして、かなり、売れたというふうに聞いております。静止場強度はですね、1.5テスラまで、いっています。で、その他にもですね、例えば、屋外でですね、カエデのイメージになったりとかですね、これは図書館の近くのカエデですけど、それとですね、先ほどもちょっと出てきましたけど、農林技術センターですね、まで MRI を持ってってですね、この梨を、なってる梨をですね、撮影したとか、そういったこともやりました。で、ちょっと変わった例が、この低温室用のコンパクト MRI で、従来ですね、低温の実験っていうのは、室温の部屋でですね、このサンプルゾーンを冷やしてやってたんですけど、これだとなかなか温度制御が難しいとか、サンプルゾーンの広さが限られるとかいう問題点がありまして、それで永久試薬を使ってですね、それ丸ごとシステムごと冷やして、それで、その低温室の外側にですね、コンソールを置いてやろうというですね、こちら、北京大の関先生たちとの共同研究ですね。で、そうしますと、雪氷の構造はですね、要するにこう締まった雪、締まり雪と、ざらめ雪が荒っぽい、目の荒いものがですね、その間に、染み込ませたドデカンというですね、こちら信号出るわけですけど、雪氷そのものからですね、信号出るんですけど、そういったドデカンの方で、画像化して雪氷の構造を、可視化できるということが分かったわけです。それでコンパクト MRI としての最後の例ですけれども、関節リウマチ診断用 MRI の話をします。こちらの臨床機になりましたのでね、ちょっとお話しします。で、関節リウマチ、どういう病気かというとですね、関節が炎症を起こして、そのうち変形してですね、関節が曲がらなくなったりですね、そういう結構大変な病気なんですけども、この関節リウマチはですね、早期診断ができればですね、生物学的製剤を、うまく投与することによってですね、治療成績を劇的に向上させるということができるということが分かっていまして、ですから、この MRI がですね、RA の早期診断の決め手の一つであるということが分かっておりました。で、ところがですね、じゃあ全身用 MRI でできるかというと、それに問題点がありまして、全身用 MRI はそもそも患者さんに対して結構負担が大きく、でちょっと姿勢が手を取るのはなかなか難しいんですね。それと、病院の事情もありまして、病院では MRI 検査っていうのは大体頭とかお腹とかですね、割と、もっとある意味、シアリアスな問題、病気に使う例が多くて、なかなか手の検査にですね、MRI を使うっていうのは、なかなか時間が取れないということもありまして、で、そしたら手だけの MRI だったら、もっと、小型にできるということで、プロジェクトを始めました。それで、使
筑波大の関節リウマチ内科の先生方と一緒にですね、こういった第1号機、第2号機、第3号機を作りまして、この第3号機はですね、実際筑波大の病院に入れてですね、患者さんを、かなり取ったと思います。で、こういった実績を踏まえてですね、製品化しようということで、第4号機ということで、静止場強度もですね、0.3T に上げまして、まあ、デザインもですね、これはかなりしっかりしたデザインで、これなんか経産省のグッドデザイン賞を取ったとかいうデザインらしいんですけども、まあこういったものを開発しました。で、それでですね、製品化するにあたってはですね、まあいわゆる薬事認証というのはいわゆる厚労省の認可がいるわけですけど、でその一つとしてですね、そのためにEMC 試験というのがありまして、こういった装置が不要な電磁波を出してないかどうか検査するんですけど、そのためにですね、こんな、いわゆる電波乱視ですね、に全部製品、装置全体を持っていってですね、やったわけですけど、まあ、その時の写真ですね。で、この彼が、神田君という人なんですけど、彼がこのプロジェクトのですね、中心的な人です。で、これが、こちらがですね、まあ、実際に病院の病室にですね、入れた時の写真ですね。で、半田君がいまして、被験者の方が、モデルさんですけど、いらっしゃいます。それで、で、まあ、薬事を取ったのが2008年の11月というわけですね。で、おそらく大学として、当然初めてですし、世界でもほとんどないと思うんですけどね、装置に取ったのはね。はい、それで、まあ、どういった画像を取れるかというと、こちらの実際35歳の、患者さんで、T1 協調画像でですね、この辺なんか疑われるんですけども、T2 協調の脂肪抑制T2 協調画像を取りますとですね、こういったところにですね、まあ、実際炎症があるということが分かるわけです。で、こちら実際筑波大に買っていただきまして、まあ、変な話なんですけど、筑波大学病院でから入札広告が出てですね、それで、小型の MR イメージング装置一式ということで、大学の病院さんで買っていただきまして、でその後2000人ぐらいの患者さんを取ったというふうに聞いております。で次に、京都の人配信訪問のプロジェクトですね。でこちらどういう話かといいますと、まあ、これまでとはかなり違うお話なんですけど、京都大学にはですね、1961年から74年にかけてですね、組織的にですね、まあ、人配信方法を収集しました。数万体あると言われています。でこれはいわゆる人工妊娠中絶によるものであります。でこの標本はですね、世界最大の人配信標本でして、遺伝学とか発生学における極めて貴重なコレクションだというふうに言われております。ところがこれからですね、今後こういったサンプルを取るというのは、まずいろんな倫理的な問題とかいろいろありますので、まず、まあ、不可能であると。ですから、ここで取れたサンプルをですね、の情報を、まあ、失われないように、まあ破壊することなく情報を取ろうというわけです。で、それで、まあ、じゃあ MRI なんで役に立つかというとですね、化学固定標本はですね、保存液の中に入ってですね、ホリマリン水溶液の中に満たされてまして、まあ、その保存液はですね、プロトンの信号がたくさん出ますので、それを使えばですね、こういった画像を得ることができるというわけです。で、まあ、そこで実際京都大学さんと、我々のグループでですね、これできるだけたくさん三次元撮像をやろうということで、合意したわけですけれども、いくつか問題がありまして、実際じゃあ京都から筑波までどうやってそういった貴重な標本をですね、どうやって運んだらいいのかということが一つ大きな問題でありました。で、まあいろいろ考えるとですね、まあ最終的にやっぱりNMR を資料館に入れてですね、測るわけですから、まあ京都大学さんの方で、まあ、もう全部もう詰めていただいて、で実際はですね、もっとたくさん保存液入れた状態なんですけど、でそうするとですね、まあ運搬の際の機械的ショックの問題とか、標本の汚染の問題とか、他のいろんなですね、乾燥とか、そういった問題ですね、磁化率アーチファクトの問題もクリアできるということが分かりまして、こういったものを大体、一度に200体ぐらいのペースで、
運んでいただく、まあ、私の学生さんもですね、協力していただいて運ぶことになっています。で、合計ですね、1204体を運んだということです。で、ただ測定の方もですね、もちろん工夫がありまして、一体一体測ってたんではなかなかラジオがないということで、4体同時に測るとか、8体同時に測る、いわゆる超並列型 MR マイクロスコープ、これはもう世界で1台、我々の研究グループしかないものですけど、これで、たくさん2年ぐらいかけて測ったというわけです。で、こちらがですね、その、1200回の画像からですね、セレクトしたものです。こういうふうにエンブリオのですね、反転が、よく可視化されています。で、実際はですね、一つ一つのステージにこれだけたくさんの、いろんなエンブリオがあります。エンブリオデータがあります。で、このプロジェクトはですね、京都大学の塩田先生、山田先生、岩田先生と我々のグループの学生さんたちですね、特にこの松田君が主に担当してですね、全部の測定があって、ドクターレムにもしていただいたというわけです。で、これは現地論文にしましたら、日本実験名学会の論文賞をいただきました。で、それとですね、そのデータベースは今、京都大学の方で、卒論とか修論とか博士論文にも、なってまして、現地論文も10本以上出ております。はい、それで、ちょっと研究の話がかなり長くなったんですけど、教育社会貢献の話をいたします。まず筑波大学に移りますとですね、まず新任の教員というのは必ず、クラス担任をやるということで、私も、当時基礎工学理の4クラスの1年4クラスの担任をやりました。で、こちらはその後卒研でですね、やりまして、今でもいろいろ進行がある学生さんですね。こちらもそうですね、はい。で、2001年に教授になりまして、教授になった翌年ですね、これはもう新任の教授は専攻主任をやるということになってますので、で、私は2002年の4月から3年間、専攻主任になりましたけど、で、さらにですね、昨年度教授の数が足りないとかいうことで1年間だけやらさせていただいたんですけど、その時の写真坂口君のとこからなんですけど、で、その時に一番大きな仕事はですね、卒研の中間発表会を大仏で最初に してですね、それがどんどん、全学理に広がっていったというわけです。で、その他にも学理関係ですね、学理の運営委員会の初期を異例の3年、普通2年で終わるんですけど、私はいろんな事情があって3年、しかも1人でやりました。で、1人でやると大変なんで、後でその後2年、2名でやっていただくように書いていただきました、ね。で、私は川辺先生、中塚先生、工藤先生に使いました。それとですね、数人になってから就職員を、合計で3年ぐらいやりましたね。で、いろいろありましたけど、震災の時とかですね、なかなか大変でしたね。それと学理長を、2年間やらせていただきまして、応用理工学理の第2期と第3期の受け入れを行いました。で、一番大きなシフトは多分 AC2C を廃止したということだと思います。他にいろいろありましたけど、なんとか無難に、無難っていうのはいいかと思うんですけど、無難に過ごすことができました。で、卒論の話ことですけど、卒論はですね、大体3期に分かれになってまして、まず最初の7年間は井上玉先生と一緒に、やってました。ほとんど井上先生に任せっきりだったんですけど、で、94年に独立してからですね、一人で16年間くらいやってました。で、2010年からは寺先生と一緒に、やってまして、ここ何年かはもう寺先生に任せきるという感じです。で、94年以降ですね、88名の学生さんを指導してきたということです。で、このかつての井上県の、ね、学生さんとも、今だに名前付き合いがあります。で、今の研究室でですね、卒業生どれくらいいるかというとですね、ドクターコースですね、ドクターコースが10名ですね、社会人の方もいらっしゃいますけど、で、修士の方が61名と、で、学部が88名、先ほど申し上げましたけどね、結構編入の学生さんが多いです。それと留学生が4名ということです。
ですね。で、総合ビートに移ってから、写真、こういった写真を撮るようになりまして、まあ、特筆すべきは、この半田君が、学長表彰と研究課長表彰、両方もらったということですね。この学長表彰は、リウマチ用 の, コンパクト MRI で、病院で臨床試験やったんで、まあ、そういったこともあって、選ばれましたね。それで、2008年、2009年とありまして、2011年、非常に変わったといいますか、震災がありまして、卒業式がありませんでしたので、こういった普段着でですね、卒業証書をもらっているという、そういった写真です。で、2013年、2014年、2015年ですね。で、2014年と2015年です。それで、卒業生の進路ですね。博士課程修了した方は、皆さんですね、MRI ないし NMR 関係の研究開発職で頑張っていらっしゃいますね。それで、アメリカに買われて、まあ、多分ほとんど永住すると思うんですけど、シュルベルジェに行った方と、あと、コルディ QED ですね、そこに行った方がいらっしゃいます。それと、修士の方は、まあ、医療機器関係が多いんですけど、あと IT ですね、メーカー、インフラ系、いろんなところにいらっしゃいます。それで、学部の卒業生はですね、まあ、IT も多いですし、メーカー、文系修士の方もいらっしゃいます。それで、2年に1回ですね、法病次会を、やってるというわけです。はい、それで社会貢献としてですね、まあ、私の一番メインな学会は実況名学会なんですけど、会員が大体3000人ぐらいいると思うんですけど、4年任期の理事を、4回やらせていただきまして、最後は会長を2年間ぐらいやらせていただきました。2010年には大会長というのを呼びまして、筑波国際会議場で1400人ぐらい集めて予算金を4000万円ぐらいでやりましたけれど、まあ、実際やられたのはこの私の師匠の三田さんで、もうすべてお世話になりました。で、その他にも国際会議をですね、2005年にやりまして、独協医大の瀬尾先生と一緒にですね、大会長を呼びまして、世界中から本当にこう有名な研究者の人たちですけど、私の研究室に宇都宮の方からですね、バスで、わざわざやってきてもらいました。で、国内会議ですね、この、国際会議に対応するですね、国内会議をやったらどうかということで、1995年から、これも独協医大の瀬尾先生と一緒に立ち上げまして、2000年とですね、こちらは筑波国際会議場ですね、で2013年に1000人を呼びました。それで、まあ、研究室からいろんな成果が出ましたので、そちらをですね、まあ、社会に還元しようということで、MR テクノロジーという会社をですね、1999年の4月15日に設立していただきました。こちらの新聞の記事ですけれども、筑波大で、2例目ということで、こちらですね、先ほどの田崎先生ですね、にも、こちらはもちろん愛知県ですけど、田崎先生に随分お世話になったというわけです。で、2例目って書いてあるのは同じく、1例目がですね、筑波レーゾン研究所というところで、こちらも田崎先生が設立されたところであります。で、まあ、どういった仕事をやっているかというと、まあ、こういったいろんな大学にですね、主にコンパクト MRI を、開発して、販売していたというているということですね。で、場所的に地理的に言うとですね、これはアメリカ時代、イギリス時代で、全国いろんな国にシステムを入れているということです。で、あとマウス用の MRI は他の会社が販売してたりして、まあ、ちょっと捉えきれてないんですけど、こういうふうに全国に売られているんですね。で、それで、一番たくさん売れたのがですね、このマウス用 MRI、先ほども出ましたけど、これ MRI ミニ SA というものなんですけど、2011年にですね、中国行きました、北京行きましたら、これとそっくりなものが置いてありまして、と思ったんですけど、まあ、中国企業に真似されたっていうのは、まあ、ある意味世界一の証ではないかと思います。それで、まあ、これはおまけなんですけど、社会貢献として、まあ、テレビを出させていただいたということですね。世界一受けたい仕事、これはおまけですけど、はい、それで今後の展開をいたします。ですね、3年ぐら
3年ちょっと前に、JST の方でですね、超高速シミュレーターを搭載したユニバーサル MRI プラットフォームの開発ということで、プロジェクトを、まあ、当てていただきまして、で予算規模8000万ですね。その後家族資金1000万ぐらいいただきました。で私の役割はですね、超高速 MRI、まあ、シミュレーターですね、 MRI のシミュレーターを開発するということであります。まあ、この MRI シミュレーターってどういうものかというとですね、まあ、そもそも MRI シミュレーションというのはですね、どういうものかというと MRI 撮像プロセスを計算機により、再現する手法でして、当初はですね MRI 信号を、まあ、うまくモデル化してですね、それで行ってたんですけども、ところが計算機がどん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 発展してくるとですね、まあ、そういうモデル化ではなくて、基礎方程式であるブロッホ方程式を使ってですね、掛け軸を全部計算しようという、いわゆる大次元計算でやろうという動きが、まあ、主流になってきたわけです。でさらに最近ですね、グラフィックスプロセッシングユニット GPU ですね、を使ってですね、まあ、計算が非常に高速になりましたので、ブロッホシミュレーターの、ね、実用化が現実のものとなってきたわけです。皆さんご承知のようにですね、こういった非常に高速のマルチコア CPU に比べてですね、最近の GPU は10倍程度速くて、まあ、値段も10倍ぐらい安いというわけです。で、まあ、こちらGPU を出している NVIDIA の資料ですけども、 GPU の、プロセッシングピーク性能ですねは CPU に比べて、まあ、大体10倍近い速いというわけです。で、ただもちろんですね、ちゃんとした性能を出すにはですね、かなり、大変なテクニックがいるというわけですね。で、まあ、MRI における掛け軸の温度って実際どういうものかというとですね、静止場方向から掛け軸を倒す、ね、掛け軸の領域で、それ と、倒れたものが、勾配磁場とか副因磁場でこう分散していくというですね、位相分散、それ と、倒れたものはその平行状態が、熱平行状態が Z 方向の関係ですから、それが、横と縦に戻っていくという緩和ですね、この3つを計算する必要があるというわけですけれど、まあ、これはですね、実際のところそのブロッホ方程式をこれを数値的に解けばできるわけです。もちろんその分子拡散の効果ってのがありますのでね、これはブロッホ等粒方程式というものを使ってやらなければいけないというんですね。それでですね、実際じゃあそのブロッホ方程式使ってどうやって計算するかというとですね、まず作りたい画像のマトリックスを選んでですね、そこの中に数値ファントムという形で、プロトン密度とか T1T2 マップとかそういったものを作るですね、まずね、それで、そこから、そういった掛け軸をですね、パルスシーケンスに従って、ブロッホ方程式を使って、運動させてですね、それでその、X 成分なり Y 成分 の成分を全部足し合わせてですね、エネバル信号を作るわけですね。でそれから振り変換などで画像調整するわけです。ですから結構大変な計算であります。はい、それで、ですね、まあ、ただ、先ほど一つの画素に掛け軸を置くような話をしましたけど、実際は、連続体なわけですから、ちゃんと、まあ、この中でさらに細かくですね、分ける必要があったりするわけです。まあ、ある場合とない場合も一番あるんですけど、こういったサブオクセルをですね、どういうふうに取るかというのはかなり、計算の上では非常に重要なものになってくるんですね。でその一例がこれですけども、これは高速 T1 強調撮像 SPGR という方法で、まあ、ちょっと専門的になりますけど、これでですね、サブオクセル1個、要するに掛け軸をガスの中に1個しかないとですね、こういった状況があって、3つでもまだあると。増やしていってもですね、なかなか消えませんので、65個ぐらい持ってくるとですね、完全に消えるというわけですね。で、まあ、そういったことが分かっていると。で、実際ですね、こちらは実験ですね、実験データ、こちらがシミュレーションデータで、データを見る限りほとんど同じように見えるわけですけども、実際これはレベルを上げてですね、ウィンドウレベルを上げてみるとですね、熱雑音がこう見てくるんですね。でところがシミュレーションデータは熱雑音が全くありませんので、アンシャフトだけが見えると。で実験データもですね、よくよく見るとアンシャフトがあるわけですけど、ですからこういったアンシャフト解析にはですね、シミュレーションの方がはるかに有用なわけですね。このヒストグラムを見てもですね、ノイズがないということがよくわかります。で、まあ、でこういった成果はですね、去年の、5月に、ジャーナル・オブ・マグネティック・レゾナンスというです、ね、専門誌に出しました。で、まあ、いろんな世界初の機能がありまして、
まあ、あの少なくとも世界 最高速であるとかですね、他にもいろんな有用な性能を持っているわけです。それでですね、あの、まあ、こういったプログラミングはちょっとなかなか、若い人じゃないとできませんので、ちょうどあのこのプロジェクトが始まる直前にですね、電脳、将棋電脳トーナメントとありまして、そこで優勝した人がですね、まあ手伝ってくれることになった、まあ、ちょうどいろんな意味で運も良かったということです。で、MRI シミュレーターと MRI マシンの比較の表ですけれども、まあ、あの MRI 装置はですね、まあ、何億円かするわけですけど、シミュレーターは大体その100分の1で変えると。で、設置するスペースも100分の1で、まあ、スピードは何とも言えないんですけど、まあ、あの頑張れば高速でできるということですね。で、熱脱音がないというのは非常にあのいいところですね。その他にも、まあ使まあ、あのアクセスが容易であるとか、それといずれにしてもあの実験的なあの不完全性を取ることができるし、逆に入れることもできるんですね。そういった意味で非常に便利であるわけです。ということなんで、MRI の実験を用いたですね、シーケンスの開発とかですね、ハードウェアの評価とか、MRI 研究はですね、限界に来ていまして、今後はですね、MRI シミュレーターを使ったものが主流となるのかというふうに考えているわけです。ところが、実機と全く同じように使用できる MRI シミュレーターはですね、今のところまだ、未完成で、その開発と標準化がますますと重要となっていると考えております。で、そこで今後の展開としてですね、臨床用 MRI において実機と同様に使用できる、MRI、シミュレーターの開発とその有用性の実証と、それと MRI シミュレーターの世界標準の確立とか、MRI の新しい研究手法の確立、それで、さらに MRI、理想の MRI の追求ということで、近々 MRI シミュレーションズ .com という会社を立ち上げて、そこで頑張ろうと思っています。で、場所はどこかというとですね、この都心にこういった場所がありまして、ここでやろうと思いまして、これで写真だけじゃ分かんないと思うので、ちょっと地図を示しますと、まあ、こういったところで、まあ、どこかといいますと、虎ノ門ヒルズってのがありまして、今近くにいろんなビル、再開発でじゃんじゃん建ってまして、まあ、この辺あの、これから、なかなか、いわゆる IT の中心にもなるところなので、まあ、こういったところだと情報もいろいろ集まるなというところで、まあ、こういったところを選びました。で、結びですけど、これまでですね、37年間 MRI の研究をずっとやってきました。まあ、これはその非常にそれをシンボリックに示す単に研究ノートを並べただけです。で、あのこちらの写真あの、まあ、並べてみて自分でもびっくりしたんですけど、まあ、あの3歳の子供はですね、もう結構いいおじさんになってしまったというですね。まあ、母親はもう90歳になりました、先月。あ、昨年ですね。で、私の今の孫はですね、まあ、まあ、昔こうだったんですけど、だんだん大きくなって、今、孫が2人いるということです。それで、まあ、その他にもちろんですね、その37年間、ずっといろんな共同研究者の方に囲まれてですね、まあ、いろいろ、まあ、楽しい思いもほとんどだったと思うんですけど、まあ、やらせていただいたということですね。それで最後なんですけど、本当の最後なんですけど、私の好きな言葉ですね、まあ、いろいろあるんですけど、やっぱりこういったところにはですね、そのダグラス・マッカーサーですね、彼がなんと71歳で引退したんですけども、All the soldiers never die, they just fade away という言葉ですね。で、日本語訳は老兵は死なずただ消え去るのと言われてますけど、これはいろんなあの解釈がありまして、本当にいろんな解釈がありまして、それ言い出すとちょっと気になるんですけど、で、彼はですね、1951年のに上下両院の合同会議で演説をしましたけれど、彼はですね、この後大統領選に打って出ようとして、実はその時彼の部下だったアイゼンハワーっていうのが大統領になって、それで4年間任期を全うするわけですけど、まあ、彼はその後あの大統領選には出なかったんですけどね。で、それで、まあ、私は何と言いたいかっていうですね、まあ、オールドソルジャーではない、まあ、そこまではいいんですけど、まだ私は65なんで、ネバーフェイドアウェイ、もうちょっと頑張ろうかなというふうに思ってます。以上です。